林しめろくは台湾の小説家。また日本統治時代には台湾での民主運動を推進、台湾青年雑誌社の幹事を務め、1923年には地形事件により逮捕されている。戦後は東方出版社社長を務め、台湾における推理小説普及の基礎を築いた。林しめろくは林本源一族出身であり、父の林ぶりーは、 抗日運動により落命している。1914年、林氏めろくは日本の明治大学法学部に留学、卒業後は一時期中国湖南で湖南省立、政治研究所で教授を務めたが、1918年に日本に帰国している。以降、台湾青年や台湾を通して台湾の民主運動を推進し、台湾総督府が、 日本国内法の制約を受けていないことに抗議を行っている。1923年、林締め録は日本において台湾議会を結成、在台の友人を通して議員募集を行ったが、台湾総督府により不法行為とされ台湾内の賛同者をはじめ、林締め録も東京にて逮捕されている。釈放された林締め録はなおも台湾の民主運動を推進した。 1926年、台湾に戻り、台湾新民法などの編集長や代表職を歴任した。戦後は、出版や政治活動から身を引き、文化活動に専念している。1945年、林締六は、東方出版社を設立、児童文学の啓蒙活動を行うかたわら、児童向けの回答アルセーヌルパンを翻訳出版し、台湾における、 推理小説定着の基礎を築いた人物でもある。ありがとうございます。